まず後です、聖書メッセージの時間となりました。感謝いたします。ではお祈りいたします。天の父なる神様、この聖書メッセージの始めから終わりまで、導いてください。感謝して、イエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。はい、まず後です、日本、特に、独特な風習ですね。仏教の影響、中国の儒教の影響かも分かりませんけど、8月の13、14、15は、お盆ですね。公共機関とか、銀行とか、市役所とは、お休みに なっていませんけど、公の、民間のほとんどの会社は、ほぼ休みのところが、完全にやられたけど、休みのところが多いですね。私の生まれたふるさと沖縄は、旧暦で言ってますけど、だいぶずれ込みますね。そういうことで、私が、イエス様を信じる前は、偶像に、供え物をしてますね。そういう、環境、生まれで育ったところですね。お盆、8月の、私の果てる間、地までは、むしゃまって言いますね。それと、いろいろと、そういう仮装行列があったり踊りがあったり、そういう、私の田舎では、中国の影響もだいぶ受けてますね。16日祭といって、それはいろいろなごちそうを作ってお墓で、ほとんどお墓の庭で、そういうごちそうを作って食べ物しますね。偶像に備えるものですね。なかなかそういう環境で育ったものですけど、この聖書に出会い、また個人的に救い主イエス・キリストを信じるものとなったことを覚えます。今日はその前置きがなくなりましたけど、ヘブル人の手紙の7章からの、御言葉ですねはい、失礼しました。7章から特に、この7章の箇所ですね。このいきます。特に27節の読み出しますけど、他の大祭司たちと違い、キリストにはまず自分の罪のために、その次に、民の罪のために毎日生贄を捧げる必要はありません。というのは、キリストは自分自身を捧げ、ただ一度このことを成し遂げられたからです。感謝いたします。一度、毎日、私も別に、キリストは偶像でありませんけど、毎日生贄を捧げる必要はありませんね。というのは、キリストは自分自身を捧げ、ただ一度でこのことを成し遂げられたです。感謝いたします。キリスト福音ですね。イエス様が一度十字架で、死なれた尊い神様の御子イエス・キリストが、尊い血で、神様自身のこの血を、罪のない血を流して、そして、救いが完了されました。そして、墓に葬られて3日目によみがえりました。そして、ケパをはじめ、500人の方々に現れて、そして、天に昇るとき、また来ると約束されて、その助け主、聖霊を与えるとなって、そのうち五旬節に聖霊が下りました。今、私の信じるところのイエス様は、父なる神の 右の座して祈っておられます。私たちの信じるところ、父なる神様、子なるイエス様、聖霊なる神様、この三位一体の神様に感謝いたします。このことを覚えて、私自身もイエス様を個人的に、自分の救い主として信じる、決心したのは、20歳の大学1年の時ですので、もう50年以上経って、40年以上経っていますね。今62ですので、20歳ですので、40年以上経っていますね。そのことを覚えて、特に、今日は9月の2日ですけど、日本の夏、そういう偶像崇拝、そういうの盛んな時期を振り返って、この改めて、ヘブル書の7章から、今日の御言葉の、ほぼ応答としていきたいと思います。前置きが長くなりましたけど、神様が、私はもう以前のように毎日偶像に捧げる必要はありませんね。イエス様が一度私のために死なれましたので、感謝いたします。はい、あなた毎日何を捧げますか。捧げます
捧げないですね。でもまあ熱心な方は仏教、まあ仏中か、祭壇、まあ、その祖先崇拝を祀る人は毎日、まあ、お水とかお花を捧げる方もありますね。私は、食事をするとき、いつも感謝いたしますね。24時間、死ぬまで、いつも主に感謝し、神様がこの宮に宿っていますので感謝いたします。間置きが長くなりましたけど、この今日の箇所は、聖書のヘブル人の手紙7章ですね。では行きます。ヘブル人の手紙7章、このメレキ、ゼレクはサレムの王で優れて高い神の祭司でしたか。アブラハムが王たちを打ち破って帰って打ち破って帰るのを出迎えて祝福しました。またアブラハムは彼に全ての戦利品の10分の1を分けました。まず彼はその名を訳すと義の王であり、次にエルサレムの王、すなわち平和の王です。父もなく母もなく系図もなく、その生涯の始めもなく命の終わりもなく、神の子に似たものとされ、いつまでも祭司としてとどまっているのです。その人がどんなに偉大であるかよく考えてごらんなさい。族長であるアブラハムでさえ彼に一番良い戦利品の10分の1を与えたのです。レビの子らの中で祭職を受ける者たちは、自分もアブラハムの子孫でありながら民から、すなわち彼の兄弟たちから10分の1を徴収するようにと律法の中で命じられています。ところがレビ族の系図のない者がアブラハムから10分の1を取って約束を受けた人を祝福したのです。言うまでもなく下位の者か上位の者から祝福されるのです。一方では死ぬべき人間が10分の1を受けていますか。他の場合は彼は生きていると明かしされている者が受けるのです。また言うならば、10分の1を受け取るレビでさえアブラハムを通して10分の1を納めているのです。というのは、メレクゼデクがアブラハムを出迎えた時にはレビはまだ父の腰の中にいたからです。さて、もしレビ系の祭司職によって完全に到達できたのだったら、民はそれを基礎として律法を与えられたのです。それはそれ以上何の必要があって、アロンの位でなくメレキゼデクの位に等しいと呼ばれる他の祭司が立てられたのでしょうか。祭司職が変えれば律法も必ず変わらなければなりませんが、私たちが今まで論じてきたその方は祭壇に使えるものを出したことのない別の部族に属しておられるのです。私たちの主がユダ族から出られたことは明らかですか。モーセはこの部族については祭司に関することを何も述べていません。もしメレキゼデクに等しい別の祭司が立てられるのなら、以上のことはいよいよ明らかになります。その祭司は肉についての戒めである律法にはよらないで、朽ちることのない命の力による祭司となったのです。この方についてはこう明かしされています。あなたは常しえに命じメルキゼデクの位に等しい祭司である。一方で、前の戒めは弱く無益なために廃止されましたか。律法は何事も全うしなかったのです。他方でさらに優れた希望が導き入れられました。私はこれによって神に近づくのです。またそのためにははっきりと誓いがなされています。彼らの場合は誓いなしに祭司となるのですか。主の場合には主に対して次のように言われた方の誓いがあります。主は誓ってこう言われ、御心を変えられることはない。あなたは常しえに祭司である。このようにしてイエスはさらに優れた契約の保証となられたのです。また彼らの場合は主ということがあるため、務めにいつまでもとどまっていることができず、大勢の者が祭司となりました。しかしキリストは永遠に存在されるのであって変わることのない祭司の務めを持っておられます。したがって、ご自分によって神に近づく人々を完全に救うことがおできになります。キリストにはいつも生きていて、彼らのために取りなしをしておられるからです。またこのように清く悪も汚れもなく
罪人から離れ、また天よりも高くされた大祭司こそ私たちにとって、まさに必要な方です。他の大祭司とは違い、キリストにはまず自分の罪のために、その 次に民の罪のために毎日、生贄を捧げる必要はありません。というのはキリストは自分自身を捧げ、ただ一度このことを成し遂げられたからです。律法は弱さを持つ人間を大祭司に立てますか。律法の後から来た誓いの言葉は永遠に全うされた御子を立てるのです。感謝いたします。はい、まあ、初めに、この、まあ、日本のお盆について、この自分が育った環境、まあ、20歳の時にイエス様を信じましたけど、その前、神とは、まあ、いろいろその生まれた環境によって、まあ、仏壇があり、まあ、私の住むところには、お寺や神社はありませんでしたけど、祖先崇拝ですね、まあ、うたきですかね、まあ、いろいろこの、まあ、聖なると、まあ、自然のそういう、森があって、 森があって、年に1回そういう巫女かな、うたきがそういう神々の祭り事がありますけど、その木々を取ったらたたりがあるとか罰せられるとか、そういう、また家には仏壇がありますので、先祖雇用ですね、まあ、二代家内、まあ、いろいろとそういう沖縄の風習、まあ、特に、祖先崇拝の強い、ところですね、そういう中から、まあ、自分がそういう年頃を経て、自分の心の葛藤ですね、内心ですね、どう生きるか、自分の心の奥にあるそういう、との戦い、を踏まえて、この聖書と読んで、神様、この罪ですね、自分のどうしようもないこの問題を、解決する方法は、先祖を敬うことでもなく、そういうたたりじゃなくて、天と地を作られたこの聖書によって、この自分の本質の問題ですね、神から離れたその罪、イエス様、天と地を作られたイエス様がこの罪を許す、一度許したいですね、そのことだけですね、何度も何度もこの生贄を捧げる必要はありませんね、私の救い主イエス様が一度神様の子が十字架で尊い血を流して、そして、救いを完成されました、感謝いたします、私は神の子供とされました、信じることによって永遠の命に預かる恵み、幸い、福音に預かりました、感謝いたします、この恵みを、感謝いたします、その救いを神様感謝いたします、この、まあ、違法の民ですね、偶像の力、霊的に、エペソの別の手紙が述べているように、偶像の力、神様を知らない、神様に背を向けた歩みから、神様を知る歩みにさせられたこの恵み、特に日本のお盆が済んで、この9月、の時、感謝いたします、この恵み、またこの福音を多くの方々に、まあ、残念ですけど、私の兄、父、母、また2番目のお姉さんも、この個人的にイエス様を信じる際は恵みには預かりませんでしたけど、多くの方がこの動画を通して、聖書、また個人的にイエス様を信じる際は恵み、また、聖書的な教会に集う恵み幸いに預かってほしいと願って、この配信をさせていただいています、感謝いたします。ではお祈りいたします。天の神様、このヘブル人の手紙から一度だけ、神様が、イエス様が十字架で尊い血を流して、神様自身が尊い血を流して救いが完成されたこと、この恵みに預かる幸いがどんなに大きな幸いであることを覚えてほしいと願います。この時をメッセージを感謝して、イエス様のお名前によってお祈りいたします、感謝いたします、アーメンです。はい、このマサートの YouTube チャンネル登録、またコメント、いいね、ボタン等よろしくお願いします。次回の聖書メッセージでお会いいたしましょう。マスターとした仕上げです。パセンプレズ、シャロム、シャロム、シャロム。